これ想定というのでね、差し分って、水戸地があるっていうことは、はい、水戸地を自分で買って自分で想定屋さんに出すんですよ、はい、その時に自分のセンスをいろんな注文出して、本を作らせるわけ、はい、そしてその時にちょうど例えばこういう挿絵本だけではなくて原画なんかがあるんですよ、それとか原稿とかそういうのあるとそれも差し込んでこの世でたった一部のね本を作るんです。貴重なものですね。はい、でも綺麗ですね、保存状態とてもいいですよね、いいやつを買ってらっしゃる。なるほどなるほど。全部がいいわけ。だから本っていうのはね、古いものは全部そうだけど保存状態によってね全然値段違っちゃうんですよね、なるほど、だから今回ね、先生この展覧会で出しているバルベの作品、ちょっといくつか見てみましょうかね。解説をしていただきましょう、はい、こちら、鹿島先生、これはジョルジュ・バルベの作品です、はい、1914年の作品で、はい、ファッションプレートですね、このモールデマニエル・ドール・ジュルジュイっていう。ファッションプレートってまだ、写真のカラー写真がね、あまりいいものが できてなかった時代に、はい、ファッションは色彩が命ですから、はい、それファッション雑誌にね、こういうふうに、ほとんど手で、刷ったみたいな、ポショワールっていうですね、はい、技法、ステンシル画なんですけれども、はい、それでやったこのファッションプレート、雑誌に特別に挿入されたファッション画ですね。はい、ポショワールっていうのは、日本の浮世絵のちょっとカッパ釣りに似た技法ですね。これはバルベらしいというところはどういう部分でしょうか。ここはね、これは台はね、移り気な鳥っていうので、はい、女の人がここから逃げ出した鳥を、ね、これですね、鳥、そうそう、はい、看護から逃げて、はいはい、それをこう追っかけてる図なんですけれども、はい、これはね、ファッションプレートでもね、かなり、ファッションそのものよりも、画家のこうなんていうか自己表現を、ね、追求したファッションプレート集なんですね。だからその画家の持ってるいろんなこういうものを描きたいっていうのはすごく出てる。例えばこれ典型的にジャポニズムなんですね、はい、日本趣味。例えばこの鳥かごの形だとか、そう、うん、ちょっと東洋っぽいですよね。そうですね、この葉っぱの描き方とかね、それもね、はい、これも典型的な日本ジャポニズムだし、この海、海ですね、はい、これはもうまさに浮世絵の海ですね。このぶった切り方とかね、浮世絵の海なんですか。浮世絵の海、平面的にこうぶった切るこの手法っていうのは、浮世絵的な手法なんですね、はい、そういうことですね。じゃあ次の作品いきましょうか。続いては、これはもう、これ語ったらね、今日番組終わっちゃいますね。それは困ります。これは1910年代、20年代にパリで大人気になったディアギレフのロシアバレエ団、バレエリュスというのの、一場面ですね、だこの男性ダンサーは多分ニジンスキーですね。そうですね、天才ダンサー、ニジンスキーご存知ないですか。バツダフニジンスキーって言ったね、ニジンスキーさん、はい、空中で止まったという伝説の、この人がね、20世紀芸術が始まったのは、この人がね、アルミッドの館っていうダンスでバレエでね、それで最後に挨拶で舞台に出てきて、でさよならっていう時に最後にふと瞬間的にピョンと飛んだら、そのままも落ちてこなかったっていう伝説があって。本当ですか。要するにそのぐらい跳躍力があった今の熊川哲也さんよりもっとすごいぐらいの、で多分これ女性はこれ、ね、イーダ・ルビンシュタイン、イーダ・ルビンシュタインって言って、イーダ・ルビンシュタインってこれものすごいお金持ちの娘さんで、はいはい、もうほとんどこの人がスポンサーになってロシアバレエ団遠征させたっていうぐらいの、超お金持ちなんだけど、まあとにかく趣味で、バレリーナもやってた。これはもう失われた時を求めてのプルーストもね、ジャンコクともみんな絶賛した当時の女神。なるほど、はい、さあ次は、続いては、はい、まだまだ話したいことありますけど、ね、はいはい、あ、聞きちゃいました。はい、これは何ですか。これはね、横長の、ね、ファッションプレートで、はい、ボヌルジュールってその今日の幸せっていうタイトルなんですけど、バルベのこういうファッションプレートがあまりすごいんで、はい、もうファッションというよりも彼に全てを任せて、画集だ、画集を作ろうということで、はい、まあ、それでも一応コンセプトはお金持ちの女性の家の私生活ですね、拝見という感じなんですよ、はい。でこれはグッドラックって、ラックって言って、このあれですね、この漆塗り、漆塗り、漆なんですね、まあ、漆趣味っていう感じですか、これ、はい、漆、日本の漆を集めるのが好きっていうことで、これ屏風絵ですね、
屏風絵を背景にして、アールデコの時代に日本の漆がものすごい流行ったんです、うん、あのカルティエのね、うん、あの宝飾品なんかにもその漆調のものいっぱい使ってますよね。これもだからその漆っぽい屏風、そうそう、この日本趣味がすごく流行ったということですね、はい、続いてはこちらはあ、ガラリと趣の変わったラブルール、あ、そうだ、はい、ラブルールはこれ、はい、先生バルビエと比べるとまた全然違う感じがしますが、そうですね、この人はね、あの銅板画家なんですね、はい、基本的にね、で銅板だから白黒なんですけれども、はい、この人の特徴はね、とにかく線一本で全てを表現するこの線の表現ですね、うん、はい、だバルビエが面だとしたら、うん、ラブリュールは線の画家って言ってるんでしょうかね。そうね、線の画家、うん、それとこれアンドレメダって言って、はい、この絶海のことにこれですね、うん、彼女は縛られてギリシャ神話のアンドレメダ、うん、こう島に縛られて、はい、あの魔物の生贄にされているそうそう、もう英語の苦しみっていうね、日々、はい、川でこういう人獣、いろんなのに襲われて、襲われるっていう、はい、襲われる、そういうギリシャ神話があるの、はい、まあ、そのアンドロメダを助けに来る人もいるんだけどね、はいはい、それの、そういう口実でもってこの描きたかったのはこういう海洋生物、はい、いっぱいいますね、いろんな種類のミジンコみたいな、このカニの妖精とプランクトンがでかく描かれてますからね、そプランクトンなんですか、はい、これカニやエビの妖精です、これもまあ日本趣味の一つなんでしょうね、こういう魚とかね、昆虫を描く、これ日本趣味なんですか先生、そう、昆虫とかね、魚を描くっていうのは、はい、そういうのはあのコンテクストになかったもんなんです、もうそれだけで日本趣味の生き物になっていうことでね、さあ次もラブルールですかね、はい、はい、もう一つあります、はい、あ、これはちょっと淡い色がつきました、はい、柔らかい色合いですね、はい、これはレクルーって色彩といってね、はい、赤とか、例えばオレンジとかそういう色のテーマで、レミ・デ・グールモンという人が書いた短編小説に、はい、ラブルールが挿絵を入れたもんで、多分これはこのですね、うん、この赤、うん、その赤というですね、その色彩の短編の、だからこれほとんどあまり色がないところでここだけ効かすっていうね、あ、赤がポイントになってるという、うん、このラブルールはちょっとやっぱりあのバルビエとはまた違ったモダンなおしゃれさがあって、うん、あのちょうど日本のね、あの戦前 の、 あの雑誌、新青年っていう雑誌があったんですけども、うんうんうん、あのそういうのの挿絵なんかにすごく影響を与えてます ね、 そうですね、キュビズムの時代を経て、ね、本当にモダンでね、はい、ラブルールっていうのは、まあある意味永遠にモダンな人なんですよね、すべ、て単純化して、はい、はい、ありがとうございます、もういいですか、はい、大丈夫です、はい、まあ、まだまだ話すことあるんですよ、はい、生放送ですのでね、はい、まあ、こういった挿絵が展示会でも見られるということなんですが、すごくいい状態のやつが見られるんですよ、ね、保存状態が大変いいと、はい、ただ挿絵本ってやっぱりあの先ほどもちょっとお話出ましたけれども、はい、値段は結構しますよね、値段はまあ安いのもありますけれども、ね、高いのはほとんど上限ないですね、ですよね、うん、ということでですね、ではここで古書にまつわるお金の話をちょっと伺っていきたいと思います、はい、はい、それではここで 7PM キャッチアップ、宇津田さんお願いいたします、はい、もうまさに今先生おっしゃった通り上限がないと、どれぐらい上限がないのかということをですね、はい、ちょっと過去買われた取引された古書の値段でご紹介したいと思うんですが、はい、こちらにいくつかですね、はい、過去に売られて大変高値がついた本のリストです、一番上のレスター仕事はレオナルド・ダ・ヴィンチの手書きのやつだから本じゃないよもはや、一、ね、つしかないということでですね、はい、こちらはご存知かもしれませんが、ビル・ゲイツさんが、はい、かつてお買いになって、はい、ね、当時のお金で約30億円もっと今、ね、うん、価値が上がっているというふうに言われています、はい、30億円ですか、30億です、冊の本、安いですよ、30億で、うん、30億でも30億安いです、そうなんですか、ね、ではもう一つぐらいご紹介すると、競売にかけられてですね、最高値がついたというのはこのアメリカの鳥類という本で、うん、はい、こちら大変大きな本だそうで、はい、約1メートルある本で、うん、アメリカ の、 本、はい、鳥をですね、400種以上もカラーで、うん、紹介している印刷本だそうで、こちらが10億円というの、はい、あれがすごいですよね、あれだけすごいですね、あ、他は全部なんていうかこう歴史的な資料なんですよね、オーディモンのアメリカの鳥類だけが普通の本ですよね、あれ、そうですね、多分ね、あれよほど特製もんだと思いますよ、古書ってさっき言ったように、はい、いろいろのこう自分の自分だけの本作りますね、はい、あれ多分原画入ってるんだ、原画入ってますよね、
これあの先ほどの一番上のダヴィンチのレスター志向はビル・ゲイツさんが買われたということですけど、この他のものってどういう方がどういう目的で買われてるんですか。このマグナカルタなんかはですね、どうもその昔はあの美術館に収めてあったのが流出、まあ、なんか の, あのきっかけで市場に出たということで、またお買いになった方があのその美術館なり博物館に戻されたというようなこともありますし、あの個人でずっとお持ちだというケースももちろんあるんだと思うんですが、いずれにせよそのなんでこんな高値がつくのかというので、まあ、先生のおさらいにはなりますけども、基本的に希少価値ですと1個しかありませんとかですね、まあ、あの本当に限定された部数しか市場には出回っていませんというものや、あとはもうマグナカルタなんかもそうですけど、その文化的歴史的価値、あの重要性が非常に高いというもの、あとはもうさっき先生まさにおっしゃってましたけど、状態が非常に良くてすごく人気の作家の方だったり挿絵の方だったりが作っているものは非常に高い値がつきますということだそうです。2人が競争すると高くなる。そうです。競争相手がいると高くなるんですよね。そうなんです。前にね、いや、びっくりするような金額でした。はい。さあ、この後はですね、実際にどうやって本を集めればより楽しめるのかを鹿島さんから教えていただきます。楽しめるのが苦しむんだか分かんないですけどね。そうですよね。